荷ほどき終わりと。思ったより早く片付いたかな。あ、そうだ、バイトに行く前に顔洗って歯磨きしておこう。喫茶ケーズカフェって、どういうこと、これどうなってるの。とりあえず中に入ってみよう。はじめまして、僕成瀬伊織の弟の K です。兄の紹介で今日からここでアルバイトをすることになって。どうして？なんでそんな格好を？なんなの？その男の子メイド喫茶って。ちょっと待って！このお店でバイトするってことは、まさか僕。おはようございます。あ、誰？あんた、もしかしてイオリンが言ってた新しいバイトの子？そうです、成瀬 K って言います。成瀬イオリの弟です。いやらしい目で見るのやめてくれない？これだから男は嫌なのよ。ごめん、遅れちゃった。今日も遅れたの？またイオリに叱られて時給減らされるわよ。本当にごめん、つかさん、ダンスのレッスンが長引いちゃって。僕、成瀬 K です。成瀬伊織の。ああ、伊織の弟さん？確かに、言われてみればちょっと面影があるかも。僕は椎名葵っていうの、よろしくね。よろしくお願いします。
私ホールに出てるから。葵も早く着替え済ませなさいよ。分かってるって。さーってとちゃちゃっと着替えちゃわないと。よしと着替え完了。我ながらパーフェクト。あの葵さん、質問いいかな。このお店は男の子メイド喫茶だって聞いたんだ。うん、そうだよ。ってことは君は。うん、ちゃんとついてるよ。ケイちゃんと同じのが。そうなんだ。ケイちゃん着替えないの？そのままだとホールに出られないよ。え、そのあ、もしかして女物の服着たことない？じゃあ着方わからないよね。どうする？僕が着せてあげようか。大丈夫です。自分で着られます。だから最初から素直に僕を頼ってくれればよかったのに。やっぱりメガネは取った方がいいかな。じっとしててね。ちょっとだけメイクした方が映えると思うから。はい。見てケイちゃん。これが僕？そうだよ、びっくりした？ケイちゃんすっごく可愛いでしょ。それじゃ行こっか。ケイちゃんの可愛い姿、お客。僕、今日から入りました、Kです。よろしくお願いします。あ、ごめんなさい。じゃなくて、はい。そうですか。あ、はい、すぐに参ります。向こうのテーブルのお客様、チェックお願いしますだそうです。じゃなくて、わかりました。
ごめんなさい。足元あれ、そういえば葵さんは？ミニライブって葵さんって芸能人なの？だらしないわね。みんなの足を引っ張ってばかりだったくせに、なんでそんなに疲れてるのよ。ごめん。あの、さっき足を蹴っ飛ばしちゃったよね。ごめんね、わざとじゃなかったんだけど。どうして謝るの？え？どうしてって。私、あんたみたいなタイプって同じ店でバイトしてるからって慣れ慣れしくしないで。ごめん。あれは一体どういうことだったの？僕に分かるように説明して。見たままって、どうしてお兄ちゃんが女の人？その男の子っていうのが、たまにテレビとかでやってるオカマとかニューハーフってこと？僕、お兄ちゃんがこんなことしてるなんて知らなかったから、お父さんとかお母さんがこのことを知ったら僕以上にショック受けると思うよ。言えるはずないよ。そんなこと言ったらお父さんもお母さんもお兄ちゃんも。でも僕があの店で働くかどうかは別問題だよ。今日ちょっと働いてみただけでも僕には無理だって分かったし。そんな。
そんなことないよ。ただ自分の姿にちょっと。あれ？どこ？この部屋。あ、そうだ。昨日からお兄ちゃんのアパートで暮らすことになったんだ。ちゃんのバカ、僕どうすればいいんだよ。